ルゼルフの白本は、ウェールズにおける最も有名な写本の一つ。ラザーックの金表記には、何通り変わり、レゼルフやリーゼルフ派とも書かれる。書かれたのは14世紀中頃、ウェールズ初期の3文を収集したもので、その一部分は現在ウェールズ国立図書館に所蔵されている。この写本は、現在2つに分かれており、ペニアルス写本4。 ペニアルス写本語として知られる。ペニアルス写本4には、ウェールズの物語が記されており、これは後にシャーロット・ゲストによって、マビノ・ギオンに収録されている。そして、ペニアルス写本5には、ラテン語から、ウェールズ語に翻訳された、宗教的な文章が綴られている。中野節子役、マビノ・ギオン、中世ウェールズ幻想物語集。 ISBN 978から48億8284万1937。ウェールズ語の基本の協著者である、永田義文による、ウェブページ、ウェールズと、ケルト意外に身近なケルトの国、伝説と民話編参照。ありがとうございます。